はい、センターCLRの、ビデオ、シャープ6の5、メイキングアーカイブ IL2C の続きをやりたいと思います。よろしくお願いします。今日はですね、まあちょっと、あれの、本当の続きをやる前に一つちょっと紹介したいアプリというかですね、ゲームがあって、まあちょっとそれを、やりたいと思います。その後、続きをやります。というのはですね、これですね。ちょっと少し前にですね、某、ザマリン界隈の人に、教えてもらったんですけど、こういうなんか面白いゲームが流行ってたらしいんですよ。僕知らなくてですね、その時初めて、教えてもらったんですけど、ヒューマンリソースマシンという、今画面見てもらってるやつは、Android 版です。ちょっと、iOS があったかどうかちょっとわからないんですけども、今日はね、このゲームを、さっくりと紹介して、なんで紹介するのかは、初見の人は、まあ、見てればわかると思います。ちょっとやりたいと思いますね。はい、多分、ビデオ見てる人には音出てると思うんですけど、こっちはハウリングを起こすんで音切ってあるんで、ちょっと全く音が聞こえないんですけれども、まあこんな感じのタイトルが出てます。ヒューマンリソースマシン。始めたいと思います。タップすると、まあ新しい、ユーザー作れみたいな感じで、なんかエンプロイリー ID とか書いてありますね。なんのこっちゃみたいな。まあいいや。なんか選びます。で、人、誰みたいな名前が出ます。まあ、この辺選ぶのは別に何も関係ないと思います。で、行きます。なんかね、エレベーターみたいになっていて、こんな感じになってるんですよね。あなた今この、なんか、すごい長いですけど、このエレベーターの、なんか一番下の、最初のとこにいるみたいな感じですね。メインルームって書いてありますね。まあちょっとなんか、見にくいですけど、これなんか、天井から見てる感じの、サードパーソンシューティングじゃないですけど、サードパーソンなゲームですね。Welcome to your first day. You're looking like an excellent instructionYour first job will appear over there on the right side in a moment. Remember, you can always ask me for help. で、もうこれがゲーム画面なんですよ。で、なんか初見で一体何するかさっぱりわかんないゲームのように見えるんですが、これはイン、左側ですね。インの方、インって書いてありますけど、なんか2と5と8って、なんか数字の書いた箱が、緑色の箱があります。で、あと、右側になんかインボックスとアウトボックスというのがなんか今グラグラ揺れてますけど、あと矢印で、なんかどうもここへ持ってこいみたいな感じで書いてありますね。で、あと、まあ真ん中ら辺にそのインと対照的になんかアウトっていうのが、なんかバーみたいなのが出てます。このバーみたいなのはインとアウトにあるバーみたいなのはこれはなんかベルトコンベアですね。で、下側の壁際からなんかこうインの方にはこう箱が次々とやってくるみたいな感じなんですよ。今ベルトコンベアの上に3つしか箱が乗ってないんですね。2と5と8って書いてある3つの箱しかないんですけど、で、アウトの方はまあベルトコンベアでここに箱を乗せるとその運ばれていく、壁の外へ、まあどこ行くのか知らないですけども、運ばれていく。で、右側のメモを見ると、Drag commands into this area to build a program.Your program should tell your worker to grab each thing from the inbox and drop it into the outbox と書いてありますね。まあ簡単に言うとですね、インから荷物を取り出してアウトに、まあ、移すというかですね、移動せよということですね。で、まあ、ちょっと意味、まだ意味わかんないと思うんで、とりあえずやってみせます。
このインボックスとアウトボックスがぐらぐら揺れてるやつのインボックスを、こう指でドラッグします。今あのタッチパネルで操作してるんですけど、指でこうここに持ってみますね。はい、そうするとなんか下に Run your program wherever you are ready みたいなことが書いてあります。 Run ですよ、your program ですよなぜセンター CLR のこのメイキングアーカイブ IL2C でこのゲームを紹介するのかっていうのは、あのグダグダモードになってるわけではないんです。で、押しますね。お、そうするとなんか出てますね。なんか上司みたいなの怒ってるみたいですよ。なんか Not enough stuff in the outbox Management expected a total of 3 items Not zeroで、なんか下のそのバーのとこにストップ&リセットとかステップバック&デバッグ、デバッグですよ。で、なんか主人公は、インのところからなんか箱1個持ち出そうとしたところでなんか止まってますね。あの2っていう緑の箱を取ったところで止まってます。右側見るとメインルームのそのインボックスを置いたところのなんか次になんか緑色のこの三角の矢印が出てますね。で、その三角の矢印のところって言ったらインボックスの次のところなんで、当然何もないところを指してますね。なんか分かってきましたかね。まあとりあえずちょっとストップ&リセットというのを押して、そうすると元へ戻ります。こんな感じで、はい。で、さっきあのインボックスっていうのを置きました。これを今度アウトボックスっていうのをこう指でドラッグしてインボックスの下のところへこんな風に置いてみます。で、ランを押す。お、運びましたよ。運んだけどなんか、あ、じゃあ運んだけど上司怒ってます。まあよく見るとですね、なんかトータルオブ3アイテムスって言ってますね。で、今アウトに3っていう箱1個置きました。3アイテムズっていうことは残りのこの7の箱と9の箱も同じように置かなきゃいけないんじゃないかなっていう気がしてきます。これを止めてインボックスを、じゃあこれを単純に3回繰り返せばいいんだよねみたいな感じで、こうですね。これどうですか、ランしてみます。お、お、さ、あの、緑の三角の矢印動いてますね。今5番、6番。お、吸い込まれてきました。おー、なんかクリアしたみたいですよ。おー、コンティニューツーエレベーターってことは、これで、このメインルーム、イヤーなんて、1年でこれだけかみたいな、なんですが、ちょっともう次行ってみますか。おお、次、ビジメールルームって書いてありますよね。おお、なんか今度は、あの、箱が紫色っぽい、青っぽい紫色っぽい色ですけど、なんか、あの、壁、からたくさん来てますね。3つじゃないですね。で、Well, look like you've made it this far. Congratulations on your promotion. Most people stress out and quit before making it this far. But I can tell you have a bright future in inbox outbox management.Here is your new assignment. New assignment は言ってる。まあ要するにやれ、同じような感じでやれってことですね。さっきと違って、インボックスとアウトボックスとあと、なんかジャンプとかありますよ。ジャンプですよ、ジャンプ。やらなきゃいけないことは、右側に書いてあるんですが、grab each thing from the inbox and drop each one.Into the outbox. You got a new command. You can drag jump arrow to jump to different lines within your program. With this new ability, you can complete this assignment using only three total commands.
まあちょっとやってみますかね。インボックス、アウトボックス。これ並べていけばいいような気はするんですが、3 total commands って書いてありますね。With this new ability, you can complete this assignment using only 3 total commands。要するに、新しい能力を使えば、3つのコマンドだけで全てできる。さっき3個の箱を移動するのに、インボックスとアウトボックスの組で合計6回のコマンドを使ったんですね。でもこれ、なんか新しいこのジャンプというのを使えば、3コマンドだけでできるよと。まあ、なんかわかりますよ。ジャンプをここ持ってきます。あ、そうするとなんか、こう、ジャンプ先ですかね。この箱が新たに現れます。この箱をドラッグして、上を持っていけば、これでいいんじゃないですか。これでトータル3コマンドで、いくらでも来てもいくらでも繰り返せるわけですよ。これ試してみましょう。はい、あ、なんかだるい場合は早くできるよ。早くします。あ、いい感じですね。おお、いいじゃないですか。あ、できました。ビジメルーン、いやついきましたよ。はい、次いきますね。はい、コピーフロア。はい、おお、何が。The inbox conveyor、これインボックスコンベアシステム is completely broken。Oh, oh. But that doesn't mean we got to take a break from work. Ignore the inbox for now and just send the following three letters to the outbox. B-U-G. Oh. つまり、facilities management staff has placed some items over there on the carpet for you. If only there were a way you could get them up. Ignore the inbox for now and just send the following three letters to the outbox BUGBUG っていう3つの文字を、アウトボックスに出力すればいいって言ってますかね。なんか新たに赤になんかコピーフロムって書かれた箱が追加されてますよね。これ何ですかね。ああ、なるほどね。この真ん中にある紫の箱が置いてある島のどこからか値を、まあ、コピーって書いてあるぐらいだからコピーするのかな。こうやって B をコピーする。コピーフロム4って書いてありますね。これ、よーく見ると床になんか0123455とか番号ついてるんですけど、これの4番から値を取ります。これをそのままアウトボックスに置けば B が置けるってことじゃないですか。じゃあ同じような感じでコピークロムで今度は U、 0番ですよね。これをアウトボックスへ置きます。で、同じように BUG だから G、 これですよね。これを、アウトボックスに出します。これでなんか BUG ってできたような気はするんですが、どうなんでしょう。あ、でもイグノアザインボックスって書いてあるので、インボックスのあのマイナス99とかいう箱は消化しないといけないのかもしれないですね。これでどうなんですか。いいのかな。はい、いいみたいですね。これでもこれ以上簡単にならないですよね。B と U と G っていわゆるハードコーディングに相当するので、もうこうするしかないですよね。これポンって言いました。もうちょっとやりましょう。
スクランブルハントラー、こう4年目ですよ。非常に 高度なプログラムを作ってますね。なんかプログラム、これプログラムですかね。はい。The computer system is fixed. 1年かけて直したんかい。And just in time for you get to work.、うん、The data won't correct itself. はい。何なの、grab the first two things、from the inbox and drop them、into the outbox in the reverse order.Repeat until、the inbox is empty. インから順番に、2つの値を取ります。そしてその順序を逆にしてアウトに出力する。っていうのを、インからやってくるものがなくなるまで繰り返すってことですね。これで言うと、最初に 28XD45 って並んでますね。なので、アウトの方には 82DX54 って出ればいいってことですかね。うん、そして真ん中に何も置かれていないなんか床の領域が0、1、2と3つあるようですね。しかも、新たにまたコマンドが増えていて、コピー、さっきは from でしたね。で、コピー2が増えている。うん、2が増えている、うん。どうやってやりますかね。まあ、まず1個取り出しますよね。これで多分2が取れた。で、順序を入れ替えなきゃいけないんで、このままアウトボックスに出してしまうと入れ替わったことにならないので、ここで多分この真ん中のやつを使う。しかも、さっき、真ん中の床に置かれてるやつを取るときにはコピーフロームを使ったんですけど、まあ多分逆の意味でコピートゥーを使うんじゃないかなと思います。コピートゥーでとりあえず0のところを置きます。で、次、インボックスで、8が取れるはず。で、これそのままアウトボックスに、その前にじゃあ、コピー2で、1に置きましょうか。こんな感じですね。で、これで0と、2と8が0と1に置かれたので、今度はこれを逆の順序で、アウトボックスに持っていけばいいので、コピーフロムで今度は、0番、逆ですね、逆にしなきゃいけないので、コピーフロムで1のやつを取り出し、アウトボックスに置きます。そしてもう一回コピーフロムで、今度は0のやつを取り、アウトボックスに持っていくと。これを、なくなるまで繰り返す。ので、2回でやったんだっけ？もう汗かけてますけど、2回でやったように、なんかジャンプ名を使って、こんな感じにすれば、いくら来ようが、10年でも続けてやるよみたいな感じですね。はい。まず2がここに置かれます。あ、なんか1回捨てた。いや、まあいいんでしょう。で、8が置かれた。あ、2が置かれた。逆になりましたね。あ、重なっても大丈夫ですか、ね、まあ、なんか、前の値はどうなんだとか、なんか床に捨てちゃって大丈夫なのかみたいな、ちょっと微妙な表現がありますけど、まあ、なんかうまくいってますね。はい。それで、こうなる。そして4が取り出され、置かれる。あ、いけた。あ、いけましたね。ファイヤー4。いいですね。これね、でも、なんか、途中でもやもやしなかったですか？なんか、ここ、4番目、この、右側の、その、命令を置いたところの、4行目と5行目のところ、コピートゥーで一旦、その1に置いて、それからコピーフロムでまた一旦1から、1から取り出してるんですよ。でも、これって結果が一緒になりますよね。例えば最初の2と8の対でいくと、コピートゥーゼロで2がコピーされ、これステップ実行ができるのかな、ちょっとやってみよう。これか。あ、これですね。これでまず、2を取ります。置きます。うん、で、次8取り出します。で、ここで1に置いてるんですよね。で、なんだけど、その後、
コピーフロムでまた1から取ってるんですよ。それ絶対この場合で言うなら絶対8ですよね。8しかないので、このコピーツールとコピーフロムっていらないですよね。なので一応これは捨てるんだ。どうしようかな、クエスチョンにすればいい。あ、捨てました。こういう感じかな。あ、これで削除できましたよね。これでいいんじゃないですか。これと同じになるんじゃないですか。はい、8はそのままダイレクトにアウトに持っていく。そして1を置き直す。で、これは一旦0に置く。i は、アウトに直接持っていって、ダブルをアウトに出す。うん、いいじゃないですか。で、5を直接アウトに出して、2を出して、完了。ああ、メモ、あれですよ、命令が2つ削減できたんですね、これ。これでも OK。はい、まあなんとなく分かっていただけたかなって。これね、多分作られたソフトハウスの方はなんかアセンブリ言語をこうパズル仕立てに したいと思って作ったんじゃないかなと思うんですよ、このゲーム。面白いですね。で、今この4まで、レベル4までで、内容なんですが、なんかまだいっぱいありますよ。こんなにあります。こんなに、ほらほらほら。これ、僕だいぶ進めてるんですけど、まだ全部上まで行ってないんですけど、IL の勉強にいいです。IL って、まあ、これからやるわけ、IL2C で、結局、スタック操作についていろいろ学ぶんですけど、こうやってかなり、イメージ的には近い感じがしますね。真ん中の床の部分が、まあ、スタックではないですけど、こう、スクラッチスペースというかですね、なんか一旦その値をコピーして置いておくみたいなことに使ってる。まあ、ローカル変数領域に置き換えてもいいかもしれないですけども、まあそんな感じで、いかにしてなんかこう目的を達成するために複数のそれだけでは何の意味をも持たない命令を組み合わせて目的を達成するかっていう点がこう視覚化されている、なんかすごく面白いゲームだなと思いました。なんで IL に興味あるけど、 IL 自体がそもそも何なのとか、アセンブリ言語ですね、機械語と呼ばれているものがどんなものなのか分かんないっていう方は、とりあえずこのゲームをやるとですね、このゲームには多分そのアセンブリランゲージだとかいう言葉って全然出てこないと思うんですけど、多分分かります。それもかなり分かるようになります。これ途中二股に分かれてたりするじゃないですか。こうやって今まで覚えたことをネタによりディープな、なんかディープで難しいパズルになっていて、頭を使ってなんかこう命令のリストですね、あれを作らないと解けないようになっているので、これをやるとですね、かなりアセンブリ言語というのは何かっていうのをアセンブリ言語という言葉に縛られずに気がついたら分かっているという、素晴らしいパズルですね。これ本当面白いです。僕も時々時間暇な時にポチポチやってます。 Android にあります、iOS にあるかどうかちょっと分かんないです。調べてみてください。残念ながら我らが Windows なんとかにはないです。すいません。あ、誰か来たようだ。まあ、この話題はこのぐらいにしておきましょうか。間違えました、すみません。はい、ということで、これの話はここまで、ゲームの話はここまでで、続きをやりたいと思います。で、前回なんかチャチな例ですけども、ハローワールド的なものができましたね。実際に C のソースコードできました。で、こっから先に進むには、いろいろ課題があるので、好きなとこからやればいいかなと思うんですけど、それのまとめもちょっとしたいんですが、その前に、もうちょっと、この
今作ってあるこのコードを整理したいなと思っています。なぜかというとですね、この、この例ですらなんですが、これですね、C シャープの あの簡単なコードが、まあ、この、 あの IL に落ちますで、なんですが、まあ、なんか綺麗なコードじゃないですね。あの C シャープのその CSC エグゼ、あの要するに C シャープコンパイラー、ロズリンと言ってもいいんですけど、ロズリンが出すコードになんか無駄も含まれているし、まあなんかこう最適化されてはいないですよね。で、最適化されてるかどうかとかいうことが重要という意味ではなくて、これからあのいろんなその IL の、 あの実際の今までの例で言うのは IL コンバーターに相当するものを我々は作るわけなんですけども、そうするとテストが難しいんですよ。あの今ここで例えばなんか、LDC I41 とか I42 とか出てるじゃないですか。で任意の何度かっていうコマンド、まあなんか最初の方に例で出しましたけど CEQ っていうコマンド、あの命令があったりとか、他にももういっぱいあるんですけど、まあそれらをピンポイントにテストしたくても、どういう C シャープのコードを書けばいい、書けばそのコードが出力されるのか、 IL が生成されるのかっていうのはわからないので、あのテストが難しいんですよね。で、あの新たな IL コンバーターを追加したら、その IL コンバーターに絞ってとりあえずテストしたいじゃないですか。あのそれが完全にならないと全体としては全然ダメなので、あの全体のテスト結果だけ見ててもあのどこに問題があるのかさっぱりそれではわからないので、なのでなんかもうちょっとなんかこうやりやすい、あのテストがやりやすいような環境をあの作りたいなっていうのがあります。なのでちょっとリファクタリングと、あとプロジェクト構成を少し見直してですね、まあテストしやすい形、まあもうちょっと言うなら今回追加したその LDC とかロードロックとか ST ロックとか AT とかなんかそのあたりのテストもなんかできるような形で、テストができるような環境をなんか作りたいなと思っているので、今回はまあそこを詰めようかなと思ってます。で、まあ次回、またひょっとしてこれ、ね、あのそれでも結構時間かかるかもしれないですけど、まあ、次回はあの今現状残っている課題をもう一度、まとめて、でそのようなどこから手をつけようかみたいなことを考えるみたいな、まあ、そういう手はずで、ね、あの考えておきましょうか。まあ、あとはあの時間の進み次第であの、どうするかあの変えていきたいと思います。はい、でどういじるかなんですけど、まず今はですね、今はソリューションに1個だけ IL2C というこれエグゼのあのプロジェクトですね。なのでどこ行ったかな、これか。なのでビンデバッグを見るとですね、 IL2C エグゼっていう単一のプログラムができてるはずです。システムネット HTTP ってなんかあったっけな、まあなんかちょっとわかんない、なんか追加されてますね。はい、なのでこれなんでかっていうと、あの実行してで実際コンソールのライトラインで出力されるっていうのを確認してる関係で、まあこんな風になってるわけですよね、IL2C で。で、どうしましょうかね。テストとしてはテストフレームワークとして、まあ、Ninit とか、まあ、そういうのを使ってテストできるのが、まあ、理想で、まあ、できればそういう方向を持っていきたいですね。で、あと、まあ、今この IL2C というのはエグゼで、まあ、最終的にその IL2C エグゼにするかどうかはわかんないんですけど、きっと、なんか、そのトランスレーション、IL から C のソースコードをあの生成する部分って、なんか、コアライブラリみたいな形でライブラリ化しておいて、まあ、そいつを呼び出すような、IL2C エグゼみたいなのを作るっていうのが理想的かなと。そうしとけばですね、全然違う、フレームワークから、この IL2C の機能を、まあ、簡単に使うことができるようになるので、最終的に目指すところはそこかなと。まあ、今すぐやらなくてもいいとは思うんですけどね、ライブラリ化については。なんですが、まあ、それを阻害する要因として、今考えられるのが、この、ソースコードを出力するときにコンソールライトラインしてるので、こいつはテキストライターかなんかに、まあ、
あのさらっと置き換えておきましょうか。で、あとですね、なんかしたいんですよ、すいません。まあ、いや、あの、見なかったことにしてください。で、IL2C と、あと、テスト用のプロジェクトを別に分けます。ああ、そうか。でも、テスト用のプロジェクトを置こうとすると、ちょっと、切れないのか、これ。はい。テスト用のプロジェクトを置こうとすると、まあ、結局、ライブラリする、化した方がいいのか。そうですね。あの N ユニットのテスト対象ってライブラリを使うのが普通なので、エグゼムいけるかもしれないですけど、あのメインが走ってしまうので多分なので、分けといた方がいいですね。まあ分けますか。じゃあ分けて IL2C はそのライブラリを呼び出すような形に変形する。で IL2C コアみたいな、ライブラリを用意して、そこへあの実装のほとんどを、移動します。で、さらに IL2C コアテストみたいなプロジェクトを追加して、そのテストプロジェクトから N ユニットでテスト可能にすると。まあ、こういう三段にしましょうかね。はい。じゃあ、まず、これ足します。ごめんなさい。ちょっと、すいませんね、通知切っとこうかな。すいません。ちょっと通知切ります。で、IL2C コアという新たなプロジェクトを作ります。で、こいつはクラスライブラリにしておきます。これもまあ今ちょっと .net フレームワークの4とかでお茶を濁しておきます。おそらく、本当は 4.5 以降の何かにしたいんですね。Async Await が対応するのがこれなので、なんですけど、まあ今やってるところ、Async Await 直接対応するコードを書くことは多分ないと思うので、まあ今のところこれでやっておきます。まあ後から必要になったら変えるみたいな、あの従来通りの方針でいきます。まずライブラリを作る。はい。で、こいつを、まあ今、僕結構あの計算しかしないようなライブラリとかって .net フレームワーク4のクライアントプロファイルとか好んで使うんですけど、まああんまりあの .net コアというかスタンダード 2.0 も出たこともあるので、まああんまりここにこだわってもしょうがないかって気もちょっとしてるんですけどね。まあ一応こうしときます。ちょっと今クラス1はいらないので削除します。はい。で、これでコアライブラリできましたと。で、あと、まあ、テスト用のあの、プロジェクトも後で追加しなきゃいけないですけど、まず、とりあえず、これ移動しますかね。各ソースコード。で、一つは、この IL コンバーターズのフォルダーにあるソースコードは、そのままコピーで移動できますね。こっち側は削除する。はい。で、こっち側、名前空間が IL2C って小文字になってるんで、IL2C とかにしときますか。で、以後これを使うみたいな感じにしますかね。で、こいつもちょっとバラしたいんですけど、まあ、それは後にします。で、あと、今、プログラム CS の中にあるやつを順次、あっちの方へ全部移動していくと。まあ、一応整合性を合わせるために、一旦これを正しい名前に、あ、間違えた。します。
なおかつ今は参照がない、今作ったばっかりなのでライブラリへの参照がないので、ここで、ライブラリ参照を追加しておきます。はい、これでエラーは一旦消えるかな、消えましたね。あ、でも IL コンバータがプライベートなので見えてないので、これパブリックにしていいかな、ちょっと微妙、まあこれちょっとこのまま置いときます。で、移動してから考えましょうか。はい、で、今、プログラムクラスの中にまあごちゃごちゃといっぱい入ってるわけですよね。これをどうすべきかって考える前に、まずこれをそのまま移動します。で、そうすると名前空間として IL2C に直しておきます。で、テストはもうこの中、このコアライブラリの中ではなくてですね、外側から与える形にするので、なので、まあ、ここから削除しておくと。これで、この IL2C コアの中身としては、まあ、どんどんクリーンな感じに、必要なコード以外は含まれてないって状況になっていくわけですね。で、あと直さなきゃいけないのが、メインですね。ここのメインの部分をどうするか。で、テストの型を、ここでいきなり、タイプオブで取得してるんですけど、でも今テスト削除しちゃったので、ここにないので、これ引数から渡される必要がありますね。ちょっとテストタイプっていう名前が、適切ではないと思うんですが、まあ、機械的にやります。しかもメインって名前も適切じゃないと思うんですけど、機械的にやります。で、しかもこれもパブリックに変えておきます。で、そうすると、エラーはなくなりましたね。ここのコードの中のエラーはなくなりました。まずこれで保存しておき、元のプログラムの方ですね。こっちの、ごめんなさい。こっちの、このクラス、プログラムを直しておかないといけないですね。全部スタティックなので、スタティックと、マークをつけてるはずです。こんな感じですね。IL2C、大文字で IL2C の、プログラム、クラスですね。もう、プログラムっていう名前が、もう、すごく不適切なのは分かってます。後で直します。で、今度、元の、IL2C エグゼの方のプロジェクトの方をの、プログラム、ややこしいですけど、見直すと、まず IL2C IL コンバーターはここで直接使わないことになるので、これは削除できます。で、テストコードはまだここに置いておきましょう。本当はあれですよ、外部で誰かが作った任意の、DLL とかエグゼをこれに書けることができるというふうに最終的にするはずなので、まあ本来ここにあるのもおかしいんですけど、まあとりあえずまだ置いときましょう、ここに。で、こちらは当然プログラムは必要ですね。僕はあんまりこう、ただのクラスプログラムってなってるの好きじゃないので、一応スタティックとマークつけときます。それから、ここでもう具体的な処理しないので、辞書文いらない。で、辞書がいらないってことは、このタイプイニシャライザーの辞書作るコードもいらない。で、IL データは当然いらない。レコーダーの処理もいらない。型目を生成するコードもいらないと。そうすると結局のところ、メインだけになりますね。はい。こんな感じです。で、さっき、これを削除して、で、あと残りの処理は、コアの方に移動したわけなんですが、なので、今度はこっちを全部下側削除すると、このテストタイプをタイプオブで取得するとこまではできました。この後、IL2C の中のプログラム、紛らわしいですよ。これは、コアライブラリの中にあるプログラムクラスですね。のメインに、このテストタイプを渡してやると。そうすると、同じ結果になるはずですね。これで、ライブラリへの分離が完了した感じになると思います。はい。エラーは出てないんですね。はい。大丈夫です。で、まあ、一応実行もしておきましょう。はい。大丈夫ですね。出てますね。
こう感動的なコードだ。はい。で、まずこれで機械的なリファクタリングができました。またプッシュしておきますかね。よいしょ。で、次にですね、とにかくこのプログラムがすごい嫌なので直しておきましょうか。どういう名前にするのがいいのかな。プログラムじゃなくて何なんだっていうのもちょっとあるにはあるんですけど、コンバーターですかね。はい。IL コンバーターは今すでにありますね。それ考え始めると IL コンバーターって名前もなんかあんまり適切じゃないですね、やっぱりね。まあ、コンバーターってちょっと、もうありがちな名前なんで、なんかいまいちなんですが、コンバーターって名前にしときます。で、コンバーターって名前に変えます。コンバーターがね、なんか他の実装とかにかぶりそうな気がして嫌なんですよ、名前が。今のリファクタリング多分壊れないとは思うんですが、まあ一応大丈夫そうですね。呼び出し元のあの、本当のあのメインのコードもコンバーターになってますね。こんな感じですね。はい。で、クラス名は直したので、あとメインも嫌ですね、これ。コンバートですよね、きっとね。この、コンバーターのコンバート。まあまあいいか、みたいな。やっていくとね、多分イメージがもうちょっとしっかり固まってくると思うんですよ。まあその時にリファクタリングで名前を変えるだけだったらちゃちゃっとできるんで、まあその時にまた変えることにしましょう。はい。で、このコンバートメソッドの難点がですね、ソースコードの出力が必ず標準出力なんですよ。なんかシェルスクリプトに慣れてる人たちってそれを当然のように言うんですけど、ライブラリーを作ってる我々としてはですね、コンソールに勝手に出てもらうのは非常に困るわけで、これ外部リソースなんでね。なので、もうちょっとコントローラブルなものに出力してほしいって思うわけですよ。で、代表的な一番簡単なのがテキストライターだと思うので、引数でテキストライターを渡して、そのテキストライターに出力させるように変えましょうか。これだと変えるのも簡単で、まあ後でさらに問題が出てきたらその時に考えればいいので、テキストライター、TW。これを引数で受け取るようにしますね。こんな感じでね。はい。で、今コンソールに出してるやつをもう、このテキストライターに出すだけです。こんだけのことです。非常に簡単。はい。そして、呼び出し元は当然、このテキストライターを渡さないといけないですね。これメインなんですけど、これも非常に簡単で、コンソールアウトでいけるかな。はい。実は、コンソールの出力側っていうのはテキストライターで与えられていて、このコンソールのアウトプロパティを使ってテキストライターが取れます。なので、結局引数でこれを渡せば今までと全く同じように動くはずですね。確認しましょう。はい。出てますね。何も問題なく出ている。今まで通りと。はい。いいじゃん。いい感じですよね。で、これも、コミットしておきましょうかね。よいしょ。チェンジ、アウトプットターゲット、フロム、コンソール、カッコ、ダイレクト、トゥ、テキストライターと、こうしておきますか。ましたね。
ああ、もう実はですね、この IL2C コンバーターは、もう外部リソース非依存な、コードになってる気がしますね。まあ、C っていうと、こっからタイプを渡してますけど、まあ、それ言ったらね、テキストライターも渡してるんで、で、こいつの中は一切外部リソースへの入出力を直接やるコードはなかったような気がします。かなり環境独立性の高いコードにすでになっていますね。いい感じです。はい。で、まあ、大体、まずこの、IL2C コアですね。コアのライブラリを独立させるっていうことは、これで、この作業でいけたんじゃないかなと思います。もう一つの目標の、ユニットテストですね。ユニットテストが、しやすくするっていうのを、続けてやっていきたいと思います。まず、ユニットテストのためのライブラリを作ります。IL2C コアテスト。これ、名前の付け方はいろいろあるんですけど、まあ、コアテストにしようかな。はい、こんな感じで作ります。で、MS テストを使う場合は、ターゲットフレームワークの指定にいろいろ制限があったような気がするんですけど、多分今やろうとしてるのは N ユニットなんで問題ないかなと思っています。で、この、今3つありますね。IL2C エグゼのためのプロジェクト。こいつはエグゼが出ます。で、あと IL2C コア。それから IL2C コアテストですね。で、こいつに、ヌゲットで、ヌゲット。また、マネージヌゲットからパッケージです。で、N ユニットを入れます。もう上から2つ目なんだよね。いかにたくさん使われてるかわかりますね。はい、入れます。はい、入りました。で、N ユニット、まあ、メジャーなんで、皆さん使われてるかもしれないですけど、N ユニットを入れてあるプロジェクトで、その、テストフィクチャーっていうんですけど、いわゆるテストコードですね。テストコードが検出されると、VS の機能でですね、テストエクスプローラーというのがあって、UI の場所的にここにあるかとかちょっとわかんないですけど、もしなければ、テストというメニューがあるはずなんで、これのウィンドウを見ると多分テストエクスプローラーって、これ、カタカナで書いてあると思いますけど、テストエクスプローラーっていうので、それをやるとこういう、こういう、エクスプローラー画面、ビジュアルスタジオのエクスプローラー画面が出ます。今、テスト 1個も書いてないので、ここに何も出てないですけども、まあ、テストを書くと、ここにエントリーが出てきて、こう、ランオールっていうのをクリックすれば、簡単にテストできるような環境になります。ただしですよ。ただし、N ユニットに対応したテストアダプターというのが、あらかじめビジュアルスタジオにインストールされてないとダメです。この辺、まあ、あんまり詳しく知らない人もいるかもしれないんで、ついでってことで、さらっとだけ触れときましょうか。ですね、今、VS2017 使ってるんですが、2017があります。で、今、我々がここに、IL2C コア。というライブラリを作りました。そしてすぐそばに IL2C コアテストというライブラリも作りました。で、ヌゲットで N ユニットというライブラリを使うように設定しましたよね、今。で、テストという、このテストは、
IL2C コアを使うようにしました。矢印の向きが問題ですね。ちょっと使ってるっていう向きにします。こうしますかね。このテストのプロジェクトは N ユニット使ってるという関係にします。で、同様にまだ設定してないですけど、このテストプロジェクトは IL2C コアを使うように設定します。なぜならばここの中にあるコードをテストしたいからですね。そもそも参照設定しないとこいつを見ることができないので、まあ、こういう関係にあると。こいつはまあ書いておきましょうか。ここはヌゲットで、後で導入されている感じですね。まあ、こういう関係にあります今。で、これで最終的にここの、テストエクスプローラー、テストエクスプローラーに、テストを表示してランオールとかですね、ランオールとかの機能を使うためにはこれだけではダメで、ここに N ユニットテストアダプター、 N ユニットのテストアダプターというビジュアルスタジオの拡張機能をインストールしておく必要があります。すいません、キャプチャーの USB のケーブルが抜けてしまいました。ちょっと多分編集して前後ちょっとつなげてると思うんですけど、変なふうになってるかもしれないです。なのでちょっと前から説明し直します。N ユニットのテストをテストエクスプローラーで使うためには、N ユニットテストアダプターというビジュアルスタジオの拡張機能をインストールする必要があります。これエクステンション、これももちろんフリーで出ているので、まあ、サクッとインストールするだけなんですけど、でインストールすることで初めてですねこういうつながりができる、こうビジュアルスタジオとテストアダプター通信します。そして、我々が今から書こうとしているテストを評価しつつ、N ユニットのライブラリと通信共謀してですね、で、これらに関する情報を引き出してテストエクスプローラーに表示したりとか、あるいはランオールってやることで実際にテストを走らせるように N ユニットに働きかけるみたいなことをこいつがやるようになります。まあこんな難しいことは知らなくても、普段皆さん知らないようなことで別に知っておく必要はないですけども、裏ではまあこんな仕掛けでテストアダプターというのが実現されています。で、その機能、その拡張機能がですね、ツールの、エクステンション&アップデート上から2番目ぐらいにある多分あると思うんで、これ選んでもらって、で、そうするとこれですね、ここに N ユニット3テストアダプターが書いてありますね。これがインストールされていれば、ここで見せたような、こういうこういう機能が働いて N ユニットをテストエクスプローラー上でテスト可能になるという感じですね。で、引っ掛けポイントがあってですね、引っ掛けポイントって言ったらあれですけど、 N ユニットってさっきヌゲットで導入しましたけど、ヌゲットで導入したものはバージョンがいろいろあって、最新のものは、ね、N ユニット 3K と言ってます。で、なので対応するのがこの N ユニット3テストアダプターです。で、なんですけど、もっと古い N ユニット2を使う事情があるとかですね。まあなんか、そういう場合はですね、それに対応する N ユニット2テストアダプターというのもあるので、
これあの2を使う場合は上 の, あの2のテストアダプターを入れておかないとあのテストエクスプローラー上から認識されないので、あれなんかテスト書いたのにあのエクスプローラーに表示されないみたいなあのトラブルになります。逆にあの、NUnit3 を使ってるのに NUnit2 のテストアダプターしか入ってないとかですね、まあ、そういう場合ももちろんあの、この後で説明するテストエクスプローラーに何も表示されないので、あ、なんで表示されないんだろうっていうようなので、ちょっと悩むことなんで、まあ、ポイントとしてはこういうことですね。これは、まあ、NUnit で、あの、この Visual Studio の、ここの拡張とか検索してもらえれば、あの、すぐ出てくるので、インストールサクッとやっておいてください。はい。で、まあ、どっちにせよですね、今まだテストコード書いてないので、ここには出てないんですね。で、あと、先ほど言ってたように、この、テストコード、テストのライブラリからこっちのコアの方も参照しなければならないので、これですね、コアを参照するように設定しておきます。はい、これでいいですかね、こんな感じですね。で、テスト構造のポイントとしてはですね、このコンバータークラスをテストするわけですけど、そのテスト対象のものが、あの、見えてないと、こっちのテストのライブラリから見えてないと困るんですよ。で、まあ、とりあえず、当面は、あの、このコンバートを使ってテストを書いてみようかなと思うので、なので、今の時点では両方とも、クラスも、このメソッドもパブリックなので、あの、テストコードを書けるはずですよね。まあ、一つ書いてみましょうか。ここで、あとで、普通にクラスを追加する。あの、これ、あの、テストプロジェクトですね。テストプロジェクトに対してクラスを追加するってやり、コンバータテストみたいな感じで、一つクラスを作ります。これ、何の変哲もない普通のクラスですね。名前交換あまり嬉しくないですね。合わせておくのがいいかな。IL 通信したいけど、これはプロジェクトの設定で、デフォルト名前空間も IL2C とかに合わせておきますか。はい。まあ、こんな感じですね。で、NUnit は、まずテスト対象のクラスを、テストフィクスチャーという属性で、識別するので、まずこういうマークをつけておきます。また作っていくか。はい。こんな感じですね。で、さらに、テストのメソッドはこんな感じで、まあ、ホゲテストみたいな感じで、テストメソッドをつらつらと書くというような、感じになります。何のテストをするかというと、シンプルオーバーオール、バイ、サネーションテスト。なんか、まあ、適当な名前ですけど。まあ、こんな感じで、あの、テスト名をつけます。まあなんか今、あの、英語で書きましたけど、あんまりなんか英語得意じゃないって人は、これ日本語で書いても、あの、構わないんですよ。あの、C シャープってその辺は割と寛容で、ここに、あの、漢字とかで、あの、メソッド名書いたりできるので、まあ、あの、漢字とかひらがなとかね、あの、で、あの、書いてもらうのも、もう別にありかなとは思います。ただ、あの、先頭に、なんか数字が来ちゃダメとか、あの辺のルール、一通りのルールはあるので、まあ注意が必要ってことと、まあなんか絵文字とかですね、なんかああいうのは避けた方がいいと思います。その辺笑い話がね、半年か1年ぐらい前にツイッター上で、あのちょっと C シャープで使えるけど、これどうなんだみたいなネタがちょっと流れたことがあるんですけど、まあそんなんでね、まあまあ無難な使い方をしてもらえれば、あの、漢字とか、まあそういう文字で、あの、メソッド名を つけてもらうっていうのも、まあ別にやぶさかな話じゃないかなとは思います。で、まあ脱線しましたが、ここでは、
実際にその、コンバーターのコンバートを呼び出してですね、その正しい結果が得られるかどうかを見るみたいなテストをここに書きたいわけですよね。でそれって今までやってたやつをそのまま移植する形で実現できるはずなので、まずはそのコードを生成したいこれですね、これこのメソッドのこれをまあテストコードの方にも持ってきてですね、もうコピペでこんな感じで持ってきちゃいます。でしかも今メインメソッドでやってるこれですね、もうこれもそのままコピペで持ってきます。でテストタイプ、ダメですね、もう分かりましたね、テストコード書いてる途中で問題が分かりましたよ。まあちょっと置いとく、まずコンバーターテストクラスの型タイプのインスタンスを得れます。コンバートする対象ってメソッドですよね。なんでこれ型指定してるんだ。さっきリファクタリングするときにちょっと間違えましたね。これテストタイプじゃないじゃないですか。変換したいのはメソッドなんですよ。なのでここはメソッドインフォにならなきゃいけないですね。でここメソッドとかにしときますか。でゲットメソッドファーストでメインメソッドがいる。だからこの辺丸々いらないですよね。であとメソッド、ちょっとメインメソッドって名前ももうふさわしくないと思うんで直しておきますね、一緒に。メソッド。これでいいですかね。はい。まあちょっとそれを言うのはこのメインボディもおかしいだろうみたいな感じで、まあボディとかに直しておきますか。はい。これでコンバートは、メソッドインフォ。引数に取るようになったんで、これでなんかようやく意味通じたよねって感じですね。テストコードの方は戻って、ごめんなさい。こういう感じですね。今、カットしたコードをそのままここへ持ってきました。で、これテストタイプに対してゲットメソッドで得られたものの最初のメソッドって言ってますけど、これ最初のメソッドがこれになるか、これになるか分かんないんですよ。シンプルオーバーオールバイサーメーションテスト。ソースコード上はこっちを先に書いてますけど、C シャープのコンパイラーは必ずしもその通りに配置するかどうか分からないので、なのでこれちょっとファーストでは都合が悪いので、やっぱり名前を指定して取るように変えておきますね。こういう感じです。これなら、このメソッド、まあパブリックスタティックなんで、まあ間違いなく取れるでしょう。メインメソッドで取れる。で、これを引数に渡せば、テストが実現される。結果は今これコンソールアウトに出してますよね、テキストライターを。でこれではテストにならない。コンソールに出てもそれって人間の目でチェックしなきゃいけないんで、そうすると自動テストにならないから、まあそれじゃまずいので、テキストライターは自分で用意しておきます。ストリングライターというのを使えば、テキストライターが継承されているので、で、しかも、内部はまあ、ストリングビルダーかなんか使ってるのかな？わかんないですけど、まあ、とにかく、こいつに、このバッファリングされるところに、全部ソースコードを出力してもらうと。だから、結果として、この後、ソースコードは、テキストライターのトゥーストリングってやれば、そうすればソースコードが文字列で全部つらつら取れるわけですよね。あとはアサートクラスのイコールズを使って、ここになんかソースコードが、実際に得られたソースコードと一致すると。ここちょっと後にしておきますか。こんな感じでテストすれば、これでまあテストコードが書けたわけですよね。このテストで用意したメソッドを変換した結果、ここにこの文字列と一緒になるかどうかをテストするテストコードという感じです。はい。で、もう一つ、プログラムの方も、今こんな風になっちゃってるので、これもちょっと直しておきますね。これか。これと一緒のことをすれば。もうここまで来るとですね、
なんかもう任意の DLL を読み込むようなコードをもうちゃっちゃとここに仕込みたい気がもうムラムラしてくるんですけど、一つにつき一つのことだけをやりながら少しずつ進めることが大事です。これを見てる方に初心者の方はいないかもしれないですけども、コードのその修正とかを同時にいろいろやってしまうとですね、まあよほど慣れてる方はできるのかもしれないですけど、なんかどっかでやり忘れたりとか間違えたりとかいうことの元になります。じれったくてもちょっとずつ一つ一つ終わらせながら一つ一つ進めるみたいな感じにやっていくのがいいと思います。はい、でいいですね。で、TDD って言葉を聞いたことはある人もいるかもしれないですね。テストドリブンデベロップメントで、まあ、いろいろ誤解されてることもあるかなと思うんですが、まあ、僕はですね、TDD は本来言われているようなその、こう開発のためのリズムを作るための手法の一つの側面もあるし、なんかこうクオリティを担保する面もやっぱちょっとあるかなと、なんかクオリティをこれで担保するなっていう意見もあってですね。で、まあそれがよくよく聞いていくと、まあクオリティ本来その完成するものに対してなんか仕様を満たしてるかとか、そういうのをちゃんとテストする、まあ言ってみればシステムテストみたいなもので担保すべきだという意見もあるんですけど、でも実際僕ずっとやってきた経験でいくと、テストコードがあることで担保されてた、なんかこう不具合が起きなかったっていう部分、あ、ここちゃんとテストされてるじゃんっていう、TDD で作ったコードでっていうこともね、経験上あるので、僕の意見としては、まあどっちか片方の極論ではなくて両方かなっていう気はしてます。まあその辺だから、ものすごい突き詰めてやっていくと、まあこういうような TDD で やったテストは極論すれば必要ないとかいう意見ももちろんあるのもわかるし、その気持ちもわかるけど、でもまあなんかそこまで肩意地張らずに、これはなんかこうプログラムをリズミカルに作っていくためのこう道具の一つっていうふうに捉えてた方がなんか幸せなんじゃないかなって、プログラムた楽しく書きたいじゃないですか。なのでなんかそういうような感じで考えてます。でテストもまあ今こうやってテストコードを書いてるんですけども、まあ、TDD のスタイルの場合、まずテストコードを書いて、それから、それがエラーを発する。テストを書いても、そのテストにの仕様を満たす実際のコードが、まだその時点では書かれてないはずなので、そこでエラーが出る。で、エラーを確認して、実際の、それを満たすコードを書くっていう順序で、こう、作り上げていくわけなんですが、まあ、そのスタイルはなんかすごくいいんじゃないかなっていうふうに思っています。で、今は残念ながらですね、逆ですね。一番最初、第1回から第4回までで、とにかく、最初に動くものを作ることを優先したので、まあ、なんか今、何らかのコードが出ます。で、しかも今ここで、アサートイコールズでそのソースコードを与えてない、トゥードゥって書いてますね。与えてないので、これって必ず失敗するはずですよね。今現状で言うと。その失敗するのを確認するのもすごい大事なことなので、まず失敗することをこのまま、ここをトゥードゥをいきなり埋めるんじゃなくて、ここが失敗するってことを確認したいなと思いますね。で、これちょっとビルドします。あ、なんかエラー出ました。なんでしょうね。Nユニットないって言ってますね。なんでかな。Nユニットフレームワーク別に問題なさそうな感じですが、あ、そしてターゲットフレームワークの問題かな。あ、なるほど。Nユニットのそのヌゲットのパッケージですね。パッケージにおそらくターゲットフレームワークネット40のクライアントプロファイルに対応するものがないってことですね。ネット40なら良さそうですね。まあ
あ、まあ40でやるか45でやるかみたいな感じですけど、まあ45にしますか。テストのライブラリだけを45にするってこともできるんですけど、今後私たちが作るその IL2C っていうのはリフレクションを多用するんですね。でそうするとですね、そのベースとなるそのランタイムのバージョンが微妙に違ってたりするとですね、今現在その例えばですけど、.NET フレームワーク 4.0 の、MS コアリブ、とか、4.5 のコアリブを見てるのかとか、システムコアのバージョンは何なのかとか、ものすごくいろいろ気を使わなきゃいけなくなるので、それ大変なので、まあ、ここはもう、ネット4.5に揃えましょう。ということで、ちょっと変えますね。まず、ネット用語にしようっていう、もう一つ理由あります。ドットネットフレームワーク 4.5 はですね、ドットネットスタンダードにも対応しやすいんですよね。どれだったかな、確か、ドットネットスタンダード 1.3 だったかな、ちょっと覚えてないですけども、覚えてない。まあ、せっかくなんでね、僕自分で前に、自分のブログでそれ書いたはずなんですよ。またで言ってほしい。なんで、ちょっとそれを見やいいだろうみたいな話ですね。ドットネットスタンダードとかで出るかな。あ、出ましたね。これです。はい。これの下の方に、ここに、分かったような分かんないような表ということで有名な表があるんですけど、ああ、これ見るとあれですね、ドットネットフレームワークの 4.5 を選ぶと、ドットネットスタンダードの 1.1 に相当することになってますね。で、ドットネットコアとしては 1.0 が 1.1 に対応するということなんで、ドットネットコアの 1.1 に対応していれば、まあ 2.0 にも対応していることになるので、今の最新の環境にも対応しやすくなるという流れですね。まあ 4.5 にしておきましょうか。はい。じゃあ、これはちょっと聞いてもらって、まあやっぱり 4.5 にすると。はい。でですね、これがなんかヌゲットのこの VS クライアントの、まあ、ダメなとこなんですけど、本来なら参照すべきライブラリを変えてくれないといけないんですが、これ変えてくれないんですよね、自動的に。なので、さっき N ユニットをインストールしたんですけど、これ一旦アンインストールして、そしてもう一度入れ直します。あ、まあ、ここにあるか、これでいいか。これで N ユニットを入れ直します。はい。で、なおかつ、コアの、あ、まあ、これ閉じておきますか。コアの方についても、4.0 クライアントプロファイルから 4.5 に切り替えます。こいつはヌゲットとか何も使ってないんでね、このままでいいです。そして、IL2C も4.5 に上げますね。4.5。はい。こんな感じですかね。これちょっと改めて全部リビルドしておきますかね。今度はビルド成功しましたね。エラー出てないです。ゼロフェイル。そしてですね、テストエクスプローラーに、まあ、現れましたね。コンバータテストクラスのシンプルオーバーオールバイサメーションテスト。これちゃんと出てるので、これがさっき、ホワイトボードで説明した、この N ユニット、テストアダプター、正確には今回使ったのは N ユニット3なので N ユニット3テストアダプターを経由して N ユニット3のライブラリとそれからは僕らが書いたそのテストコードを抽出して今テストエクスプローラーにテストが表示されているということです。はい。でこれちょっとランオールで実行してみましょうね。
とすると、なんか真っ赤になりましたね。真っ赤になった。ちょっと広げますね。はい。バツ印になってます。なので、テスト走らせたら、このテストは失敗したっていうことが、まあ、これですぐわかると。まあ、ここのバーも赤くなるんでね、なんかどれかテストが失敗してると赤くなるので、まあ、すぐ何か異常があったってことがわかると。で、テストにかかった時間が、まあ、32ミリセックみたいに出てます。あと、そうし、選んどいて下見ると、この選択したテストがどう失敗したのかっていうのが、ここにメッセージで出てます。で、メッセージとしては、なんか、インバリッドオペレーションエクセプション。アサートイコールズ、シュッドノットビーユーズド、アサーションズユーズ、アサートアイコールインスティート。本当？え、そうだっけみたいな話なんですが、アサートイコールズ、これ見るとですね、あ、違いました。ごめんなさい。テストが二重に間違ってます。テストがエラーになることは間違いないんですよ。これトゥードゥになってるんで、これ直す必要があるのは分かってたんですが、これイコールズじゃないんですよ。アイコールズ。アイコールですね。これで、ソースコード文字列と、ここにハードコーディングした文字列が一致していることを確認するということになります。ここのエラーメッセージは何かっていうと、アサートイコールズは使うなってことを言ってるんですね。アサートアイコールを使えって、まあ、ちゃんと説明してくれてます。なんで今ちょっとアイコール直しましたね。で、もう一度、実行してみます。ランオールを選ぶ。はい。まあ、そうすると失敗するんですけど、結果のその失敗のメッセージが違いますね。expected って書いてあるのが、こうなるはずだがっていうことです。こうなるはずだがっていうのは今、to do コロンっていう文字列になるはずだが、しかし、なんか、int main void、開業、中括弧開業イントローカル0 イントローカル1イントローカル2みたいになってるよと違ってるよということを言ってるんですね。で、これは僕ら想定通りですよね。ここを埋めないと正しいテストにならないので、これで失敗としては正しく失敗しているということがわかります。まあ、失敗したので、じゃあいよいよここの部分をちゃんと埋めようかって話なんですが、まあちょっとめんどくさいので、ここで、この判定を行うところでブレークを入れて、テストをデバッグ実行します。ランオールを押すと、そうするとデバッグなしで全部実行するんですけど、この具体的なテストを指定して、デバッグセレクテッドテストというのを選ぶと、そうすると、そのテストがデバッグ実行されます。そして、ブレーク入れといたので、ブレークポイントで止まる。この時の、このソースコードに変換した結果が出てますよね。これは前回までで散々見てきて、成功したって言って喜んだこのソースコードがここに入っています。まあ、これひな形にしますか。ひな形にするこの文字列が間違ってちゃいけないので、ここで一応ちゃんとレビューしときますね。イントを返す。メインというメソッドです。で、引数はボイドです。で、中括弧で、イントローカル0、1、2、3。で、ローカル0に1を入れて、ローカル1に2を入れて、ローカル2はローカル1とローカル0の内容を足して、で、まあ、なんでか知らないけど、ローカル2の内容を一旦ローカル3に入れて、そしてローカル3の内容をリターンすると。間違ってないですね。大丈夫です。なので、こいつを、ひな形として、使うことにします。ここですね。よいしょ。ちょっと一旦止めます。はい。そして、ブレイク邪魔なんで止めます。ここですね。ここに、まあ、こんな感じで、入れときますと。で、まあ、ちょっと懸念点としてですね、開業コードって、今こうやって書いたじゃないですか。もしこのまま保存してしまうと、この開業コードが正しく CRLF になっていればいいんですけど、例えばこのコードをですよ、このコードを
Linux の .NET Core とかに将来的にですけど持ってってテストする場合って、ここの開業コードって CRLF じゃないかもしれないんですよね、ソースコード上 LF になってるかもしれないので、まあ、いろいろ人によって意見はあるんですが、私はなんかこう、これはなんか、こういう書き方あんまり好きではなくてですね、まあ、これもまためんどくさいんですけど、まあ、こんな感じに書き直す。これね、これもまた問題があるんですよ。なぜかというと、どの環境に持ってっても、開業コードが CRLF かと言われるとそうとも限らない。これ CRLF 出してるのは、テキストライターのライトラインなんですよね。ライトラインが、行末に最後に CRLF を自動的に挿入する。でも CRLF を自動的に挿入してるのは Windows 環境で、 .NET Core の場合 Linux 環境では LF を挿入するんじゃないかなって気がなんとなくしています。ちょっとそんな細かいところまで確認したことないんでわからないんですけど、なので実際はこれでも問題がありますよね。こうやって、書いていくと、まあ、喋っててね、なんかいまいちだなって気は自分でもしてるんですよ実は。なのでどうしようかな。まあこれもなんかベストとは言い難い方法ですけど、エクスペクトに間違えました、ストリングライターを使って自分で一行一行をこの結果となるソースコードを生成しますか。それ確実ですよね。例えば、こういうことです。よいしょ、ごめんなさい、これってこうやってストリングライター使ってライトラインで1行出力します、出力する内容はこうですと。そうするとエクスペクテッドの中に入っているのは最後多分 CRLF なんですよ。これ今現在は Windows 環境でテストしてるんでね。でこのソースコードをそのまま Linux 環境に持っていったらライトラインが LF になってたとしても、IL2C の内部でもストリングライターを使って、まあテキストライターですけど、テキストライター使ってるし、今目の前でもストリングライターを使ってるので、結果は一緒になるはずですよね。LF、LF だけになる。あるいは CRLF 同士になる。ということで、テスト結果一致するようになるはずなので、まあこれで、ライトラインで、ちまちま書き、最後に文字列変換してやれば、その結果は一緒になるはずだと。いう感じでですね、これ何もなしですね。ライトライン。ちょっと、黙々と入れていきます。これで、元ネタとなる expected のストリングライターができたので、assert i コールで、これを使います。expected を明示的に toString すれば、今、
目の前で構築したソースコードが文字列で得られるはず。で、これと実際に得られたソースコードと比較すれば完全一致するはず。Windows 環境で見てる場合は開業が CRLF。そして、Linux 環境でもしこのテストを実行した場合は LF で開業コードが生成されて実行されるはずですね。多分。わかんないです。今はもう、Windows 環境で絞ってやります。別に Linux に移植したところで、そんなに大きな、問題はないと思うんで、それよりはるかに複雑な問題が多分、後の方、IL2C の後半の方に、移植環境も含めて、考えなきゃいけないことはあるので、まあ、その時に嫌でもやることになるので、今はこれでいいことにします。じゃあ、テスト発射してみましょうか。まあ、エラー出るかもしれないですよね。ポチポチ手で書いただけなんで。一発で、あ、取れましたね。一発で取れました。通ると、緑で出るので、まあ、すぐわかりますね。チェックが入っている。下にも、まあ、エラーメッセージは出てないですよね。はい。これで、テストコードが一つできました。おー、できましたね。で、基本的な、その N ユニットの、テスト環境は、まあ、これで手に入ったかな、という感じですね。で、話を最初に戻します。最初ってゲームではなくてゲームの後ですけど、ゲームの後のに戻しますけど、そもそもなんでテストできるようにしたのかというと、この、測れるソースコードですね。C のソースコードが、実際その IL からの変換に1対1でちゃんと対応して変換されているのかどうかというのをテストしたいと。で、なんだけど、C シャープがこのコードから、このコードをコンパイルして生成する IL っていうのが C シャープのコンパイラ依存、ロズリンのバージョン依存なんですよね。ロズリンのバージョンが進むにつれて、違う IL を生成するかもしれないですね。結果的に同じ実行するんだけど、違う IL を生成するかもしれない。とすると、今書いたテストコードって、この、メインのメソッドを IL にコンパイルされた結果を見ながらソースコードを生成しているので、ひょっとするとこのテストコード自体が、今は通るけど、将来のロズリンのバージョンでコンパイルされたものだと通らなくなるかもしれない。ちょっと似てるけど違うコードが出る。例えばですね、ここですね、ローカルさんを使うコードが今出てます。ひょっとしたらロズリンは将来、まあ、不要なローカル変数は用意しないような、賢いコンパイラーになってですね、こういうコードが出なくなるかもしれない。そうすると IL がガラッと変わってしまうかもしれないですね。そうすると僕らのツールは IL を見てこれを変換しているので全然違う結果になってしまう。そうするとテストが合ってるにもかかわらず NG ってことになってしまって非常に辛いので、なのでちょっと C シャープのこのコードを使ってテストするんではなくって、もう一ひねり何かこう、IL のレベルでテストしやすいものを考えてやる必要があるというのが課題なんですよ。どうしますかね。要するに、ちょっと戻しますか。要するにですね、C シャープのコードがあります。まあ、これ今回、メインという名前のメソッドですね。で、こいつがロズリンによって、コンパイルされて IL になります。IL のリストになります。で、これをIL2C が、C のソースコードに変換するという流れですね。で、ロズリンで IL のリストにします。これって外枠はアセンブリ
要するに DLL とか EXE とかなわけですよ。で、そいつを IL2C が読み取りますと、どうやって読み取るかというと、リフレクションで、ゲット IL 何でしたっけね、ちょっと見てみましょうか。実際に IL を取得するところですよね、コンバーターの出たで、こあウォリあそうそう、これの中ですよね。あ、これですね、 get IL as byte array と as byte とあれ、はい、これで IL のそのバイトコードの、なんか全部リストに入ったバイトの配列が得られますよね。で、こいつをデコーダーにかけて、で C のソースコードに出してるわけですよね。で、C シャープのソースコードから ここまでって いろいろ複雑なコードが動いて IL のリストになってるわけですよ。まあ主にロズリンがすごいでかい処理をするわけなんですけど、なので想定外の変換が行われる可能性があると。想定外でもロズリンから見たら意味的に同じになるあの IL が測れてれば、それは全然 OK な話なわけで、それをその一語一句間違いないっていうようなテストの仕方をしているので、なのでロズリンが違うコードを入っちゃったら、そしたらまあテストの結果としては NG になってしまうというのが問題だと。そこで、今ここデコーダーにバイトの配列をかましているので、じゃあ我々がテスト用に用意したサンプルのバイトの配列をデコーダーに直接突っ込んでですね、でその結果どういう C のコードが出てくるかっていうテストの仕方にすれば、そうすればロズリンがどう変換したかっていうことに依存しずに済みますよね。なのでまあなんかこいつをこうデコーダーに直接突っ込めるようなそういうような口をここに用意しておいて、これをテストに使えるようにしようと。そうすることでまあこっちからガーッと全部やるようなテストを省けるようにしようかなと。でですね、こっちからその C シャープのソースを かましてテストするっていうのもあっても別に問題ないと思うんですよ。もちろんロズリンのバージョンアップに伴ってこのテストが失敗するかもしれない。まあ実際今テスト1本作ったわけですよね。で、それはそれで残しておいていいと思います。まあなぜかというと、そのオーバーオールテストとして、まあ全体の流れ、IL2C がツールとしてちゃんと成立しているかどうかっていうのをテスト、そのテストがあればわかるわけなので、置いとけばいいと。もちろん、ロズリンが将来ハックコードによって、そのテストは問題が何にもかからずエラーになってるしまうかもしれない。一つはそれは許容して、まあバージョンアップに伴って我々がテストもちゃんと正しい形に修正するして追従していくっていう方法が一つ。もう一つ、まあもうちょっとアグレッシブにいくんであれば、最終的にここで作ったソースコード、バーA イコール1、バー B イコール2、バー C イコール A たす B で、リターン C と、こう書いてある、こう書いてあるメソッド、イント、メイン、
ていうような C シャープのソースコードを書いているものを IL2C にかけると C シャープのコードとしてイントローカル1イントローカル2あ、これ見えるかな、あ、見えてないですよ、ごめんなさい、ちょっとやっぱ上に書くと切れちゃいますね、下に書きますか、 C シャープのコードとしてちょっと長くなりますけど1イントローカル2イントローカル3みたいな感じでダーッといって最後ローカル3イコールローカル12たす1とか出るのかな、2たすローカル1でリターンローカル4とか、まあこういうコードが今現在出てるわけなんですけど、これをですね実際に C コンパイラーにかける、だってそれが目標ですからね、あの VC++ でもいいし、まあ、GCC でも何でもいいんですけど、実際にかけてバイナリーをコンパイルして生成します。まあ例えばエグゼとか作ります。でこれ実行すればいいんですよ、このエグゼを。でそうすると結果が出ますよね。これ残念ながら今の、 あのテストコードではリターンで値返してるので、その値をどうやって判断するか、まあバッチファイル組んでエラーレベル調べてとかいう方法もももちろんあります。どういうふうでもいいですけど、実際にコンパイラにかけて出来上がったエグゼを実行してみれば、そのもともと書いてたコードがあの正しくその意図通り実行されるかっていうのは、ロツリンがどうやって IL を生成するかによらずテストができる可能性がありますよね。マイナーバージョンアップでロツリンが微妙に出力する IL を変えたとしても、最終的にあの C コンパイラーにかけてコンパイルされたバイナリーを実行したら、その結果は多分同じになるなりますよね。というか我々あのコンパイラーを使うものとしてはそれを想定しますよね。ちょっとぐらい書き方が違ってたって意図通りに動いてほしいと思うわけですよ。なのでこれを実際に実行してみて、その結果が正しいかどうかを比較するみたいな方法、手法、そういう方法で確認すれば、そうすればまあメンテナンスフリーにできそうな気がしますよね。だからまあアグレッシブな方法としてはまあこういう方法が考えられると、まあ将来ですね、まあどうしてもやった方がいいかなって思ったら、まあこれをあのやる方向で考えればいいので、将来性は担保できているので、今はまあそこまで考えずに、まああの今作った、テストコードですね、考えずに、テストコード今1個作りましたけど、まあこれはこれでとりあえず残しておいて、で IL のリストを直接デコーダーにこうかませて、あのソースコードが出力されるすることができるという、そういう口を用意しておいて、これをまあテストに使おうという方向であの考えましょうかね。で今はですね、コンバータのコンバートを呼び出すときって、そのまあ出力先 あのテキストライターはいいんですけど、2つ目にメインメソッドで、これメソッドインフォを渡してますよね。でメソッドインフォでダミーのメソッドインフォを渡すのはいろいろめんどくさい、あのどうやって作るのって、で、まあ、今はここ C シャープのコンパイラにコンパイルさせた結果を使ってリフレクションで直接あの取得してるから取れますけど、あと何もないところからメソッドインフォだけ作るっていうのはちょっといろいろめんどくさいんですよ。あのしかも意図通りの IL を含んでっていう形で、なのでちょっとねコンバートの口をどうにかして
じゃあの別のバージョン、まあオーバーロードでも何でもいいんですけど、なんかそういうものが用意できないかなっていうふうにちょっと考えますね。で、これ渡されたメソッドインフォどうしているかというと、3箇所で使っているのかな。まず名前を決めるところ、それから、戻り値の型、これはあれですね、その、C の、関数宣言のところで使っているわけですね。で、あと、もう一つはボディ情報を取るために使っていると。で、ボディ情報何を使っているかというと、ローカルバリアブルズを取り出すのに使っている。で、あと実際そのボディを使って IL の内容を解析していると。ちょっとね、まだメソッドボディの問題がありますけど、一つ、ここら辺の情報をアンロールしますか。アンロールするって言ってるのはオーバーロードを作って、そこから移乗する形に書き換えますね。まあ、ちょっと何を言ってるかわからないかもしれないんで、ソースコードを見ればわかると思います。一つは、今と元通りの、メソッド、コンバートメソッドはもちろん残しておきます。で、こいつは内部的に別のコンバートを呼び出す形にして、こいつの引数をですね、これをメソッドボディと、それから、ごめんなさい、タイプ、リターンタイプ、それから、ストリングでメソッドネームっていう感じの、ちょっと引数の数が多いですけども、まあこんな感じの引数を受け取るプライベートなコンバートというメソッドを用意します。こいつを呼び出すようにこっちのパブリックなコンバートを変えます。コンバートかっこ TW の、ボディはメソッドの、ゲットボディ、メソッドボディ、順序は違いますね。ごめんなさい。メソッドのリターンタイプが最初に来ますね。それから、メソッドの名前は、メソッドのネームで渡りますね。そして、ゲットメソッドボディでメソッドボディが渡ります。こういうふうに、内部メソッドに処理を移乗するような形にしておきます。で、そうすると、まずこのボディが削減できる。それから、メソッドのリターンタイプについては、リターンタイプという引数を新たに作ったので、リターンタイプを渡すようにします。メソッドネームはメソッドネームという引数で渡ってくるので、これを渡すようにしますと。はい。これで、一つ、メソッドインフォっていう、こう、なんというか、重量級の、クラスから、まあ、一つ軽い形になりましたね。リターンタイプがちょっとまだタイプなので微妙ですけども、タイプとメソッドネームは外部から与える形になった。そしてメソッドボディがあります。メソッドボディもまあ、まだ問題ですね。メソッドボディは、今は、ローカルバリアブルズを取るために使ってます。それと、デコーダー本体に渡すために使っています。で、デコーダー本体はどうなっているかというと、メソッドボディを受け取って、で、get IL as byte array で IL バイトを取得してます。で、他には、メソッドボディは実は直接使ってないんですよね、ここの中で。ということはですね、ここ実はこうなるんじゃないのと。引数として IL バイツをもうとにかくバイトの配列で直接、受け取ってしまう、まあ、こんな感じに書き換えても実害はないですね。他の情報、メソッドボディの他の情報にアクセスしていないので、なので、バイトの配列直接受け取ってもソースコードは出力できるという算段ですね。ただしこれ本体しか出力できなくて、メソッドの関数宣言ですね。関数宣言と、あと中括弧と中括弧閉じるの部分か。あの部分はここからは出力できないということになります。
でもまあそれはあのコンバートの中で出せばいいから問題ないんじゃないのと考えればこれでいいってことになりますかね。で当然ここボディを渡すんではなくてアイルバイスを渡さなきゃいけないので、あ、さっきこうカットしたやつが載ってました。なのでこういうふうにすればよく、こうかな、こいつを呼び出す外側で IL バイツを取得し、こいつを呼び出すようにしますと。さて、今ちょっと途中までここにリファクタリングしたんですけど、実はこのデコード&イナミュレートオフコーズをテストから呼び出すようにすれば、IL がどう変換されるかというところだけをソースコードでテストすることができるんじゃないですか、直接。なので、これをですね、よいしょ、ちょっと保存し、今、このデコード&イナミュレートオフコーズって、プライベートになってるんですよ。で、これ、パブリックにしちゃうと、あまり嬉しくないですね。まず、IL データがそもそも公開されてない、インターナルなので。で、こいつ、インターナルにします。ああ、IL データパブリックになってるかな。ちょっと見てみますね。あ、ノートね。あ、プライベートになってるんですね。これもちょっとインターナルに変えますね。はい。そうすると、まあ一応ついつまうんですけど、インターナルでは、他のライブラリ、テストのライブラリから見ることできないですよね。まあ、ユニットテスト書いてる人たちには馴染みがあるかもしれないですけども、インターナルのメンバーを見ることができるようにする方法があります。外部のライブラリから。それはね、インターナルビジブルトゥーという属性があって、それをアセンブリに適用すると、そうすると、外部アセンブリからインターナルのメンバーが、本当は見えないんですけど、見えるようにすることができます。それどうやってやるかというと、アセンブリの、属性として指定するんですけど、まあよくあるのがこのプロパティーズにアセンブリインフォというのがあるので、ここに追加する、別にどこにあってもいいんですけど、ここに追加するのがまあ関連になっているので、ここに追加しますね。ここの下に、アセンブリーインターナルズビジブルトゥーで、見ることができるアセンブリの名前を指定します。今回は IL2C Core Tests と書くと。で、こうすると、IL2C Core Tests というライブラリから、この Core のライブラリのインターナル属性のメンバーを、インターナルじゃなくてパブリックのように扱うことができるようになります。こうしとけばですね、こうしておけば、もうこれいらないんで閉じますけど、テストコードから、直接見えるようになるんですよ。ちょっとテストを一つ追加しますかね。パブリック、スタティック、ボイド、そうですね。どうしようかな。テスト名を今考えてます。ストア、ローカル、バリアブル、クロムコンスタント、テスト。分かったよな、分かんないな。テスト名って難しいですね。まあまあ、いいんですよ。後から変えればいいので。で、これでもう、直接呼べるようになっているので、呼び出します、どうすればいいかというと、こうします。IL2C のコンバーターの、見えてますね。レコード&イナミュレートオフコーズ、見えてますね。これ本来は見えないんですよ。インターナルズビジブルトゥーがテストコードのアセンブリに指定されているので見えるようになっていると。で、こいつ、バイトの、配列を受け取らないといけないです。IL バイトです。もちろんこれは今から私たちが、
用意しないといけないものですね。まあこんな感じですよね。こんな感じでここの中は今から書く。で、これでデコードされるんですけど、これあのイテデータなんで、2アレイとかで、まあ、配列にしてしまうと検証が簡単かなと思います。で、リザルツは何かというとソースコードとリストになりますよね。まああとどういうソースコードが出るのかはここの IL2C の内容に従って、書くわけなんですが、ここのテストでは、ローカルバリアブルフロムコンスタントテストって書いてありますけど、ちょっとねテスト名でなぜ迷ったかというと、この言葉通りテスト名の通りのことをやるパターンが様々にあの IL のあのパターンが考えられるんで、まあそれでちょっと迷ったんですが、基本としてはこういうことです。LDCI4、まあ例えば1とか。で、STLOCK0 とか。これは、つまり、そう、C シャープで言うならば、バーローカル0イコール1みたいな、そういうコードに相当するんですよね。これは IL です。で、これね、ハンドアセンブルしないといけないですね。ハンドアセンブルっていうか、IL の、その、バイトコードを出て書くしかないですね、これは。めんどくさいですね。まあ、しょうがないですね。めんどくさいので、手動でやらずに、あの、テストコード書いといて、もうメンテナンス しなくて済むようにしておくということですね。LDCI41 は、0x17 ですね。0x17。はい。そして STLOCK0 は、STLOCK0 あったと。これ。0x0a ですね。はい。これでテスト用の IL バイツできました。それかまして、で、2アレイすることによって、ソースコードが出るはずですね。なんとなく。で、このソースコードが正しいかどうかというのを確認すると。こいつらどうしようかな。まあ、せっかくあの、配列になって帰ってきてるんで、これをわざわざあの、改行でつなぎで、で、さっきみたいに確認するっていうのをバカバカしいので、なので、エクスペクテッドも配列で用意しておきましょう。こんな感じですよ。で、入力は2命令ですね。IL の命令2命令使ってますけど、出力はこれ1行か。1行になりますね。出力は、ローカル0イコール1という行になるはずですよね。はい。これを確認します。i イコール、エクスペクテッド、シークエンスイコールリザルツ、こんな感じですかね。なんかエラー出てます。 doesn't control sequence イコール overload queryable sequence イコール、何売ってるんだリンクありますね。なんでこんなエラー出るんだ。これがいかんかな。 is true、 これでいいかな。あれダメですね。なんでいかんかな。expected はストリングの配列です。results は、ああ、IL データ。あ、そうか、IL データか。あ、まあ言われてみればそうですね。すいません。間違ってましたね。そ
そうでした。ソースコードが得られるんじゃなくて、IL データが得られてますね。どうしましょうか。これ、やればいいっちゃやればいいんですけど、要するに IL データなんで、これをあのソースコードを変換するそのアプライメソッドを呼び出すシーケンスを、いや、実際実行すればいいんですよね。まあ、セレクト、まあ、やりますか。IL データ。IL データ、アプライ。あ、そうか。評価スタックいますね。テストの時にね。スタック。こうね、評価スタックを作っておいて、アプライにかけて、で、評価します。こうやって結果が、ヌルの場合がありますよね。ソースコードが生成されない場合もあるので、それは、ここの、結果から除外しときましょうか。除外していいかな。コードがヌルじゃない場合だけを抽出します。いいかな。何を懸念しているかというと、ヌルが返ってくるっていう場合も検証した方がいいのかどうかってことを考えているんですが、どうしましょうね。まあ、どっちでも一緒かな。一緒とは言わないけど、まあ、大した、あれ、テストにならないかなっていう気はしてます。まあ、一応、ヌルも変えることにしますか。で、そうすると、今、エクスペクテッド消しちゃいました。しまった。こうなり、最初の命令、LDCION1 ではソースコードが生成されません。2つ目の命令で、ローカル0イコール1、セミコロンというようなコードが生成されるはずなので、これをシーケンスイコールで、比較します。これ、ヌルの比較って例外出たかな？ちょっとわかんない。まあ、走らせてみますか。はい。ビルドしますね。今、エクスプローラーには、まだ、今書いたばっかりのテスト出てないですね。これ、ビルドすると、そうすると増えましたね。こんな感じです。これ、テスト、走らせてみます。あ、通りましたね。あっさりと。これ、今、選んで、セレクテッドテストを選んだので、そのテストだけを実行したんですけれども、もちろんランオールしてもらってもいいです。ランオールすると、全部のテストを走らせ直して、全部合ってるよねっていうのが確認できます。これね、なんて言うんです？とある変更が、他の要素に何か影響を及ぼしてないかを確認するために、ランオールを、まあ、走らせた方がよりベターだと思います。はい。まあよくやりますよね。なんかちょっとどっかいじったら、その目的のところは、ちゃんといけたんだけど、他のところに、デグレを起こして他のところが、アカンタレになったみたいなことはあるので、まあそのチェックのためにもランオールを発射するのがいいと。さて、第4回の終わりの時にですね、全部の処理を終わった後で、スタックが残ってるのは異常な状態だよね、という話をしましたね。で、この場合も、LDCION1ST60 ってやったら、評価スタックに1個積まれて1個消費するので、スタックにの何か残ってる、もし残ってたらそれは NG ですよね。まあ、せっかくテストしてるんで、それについてもテストを加えておきましょう。i イコールの0。スタックに積まれているデータの数はありませんというのをチェックしておきますね。これランオールと。これでエラーがおかしいですね。はい、大丈夫です。いいじゃないですか。これで、この LDCION1 で積んで、ST ロックで、取り出す。
で、そのソースコードがこれになるっていうのを確認できましたと。まあ、良さそうですね。あの、このデコード&イナミレート構図を使ってテストするっていうのはいいかもしれないです。で、しかも、これ今、2つの命令を一緒にもうテストしちゃいましたけど、まあ、もうちょっとプリミティブに LDC IL1 だけあのテストするっていうコードを書きたい場合でも、あの評価スタックを渡すわけなので、あのこれを実行したらその後評価スタックの中に1って文字が入ってるかどうかみたいな感じ であのテストコードを書けば、それでテストできたことになるわけです。なので、あのいいと思います。あのこのとりあえずこの線でいきましょう。で、もうちょっとなんか、例えば今まだテストしてないのが、関数ブロックですね。関数のブロックの出力というのが、こうコンバートのところ、ここでやってますよね。この辺とか、あるいはローカル変数の生成もやってないですよね。テストやってない。で、あと、ブロック閉じるもないので、まあ、この辺もテストしたい場合は、あの、ここの部分だけテストできるように何か考えてやると、あの、できるようになるかなと。まあ、今のところまだ複雑じゃないので、まあ、ここはほかといてもいいかなと思います。多分、あの、関数定義の、あの、引数をちゃんと与えるような、あの、コードを書き始めるときには、なんか、ちょっと、あのテストコードを書けるようにしといた方がいいかなって気がしますね。はい。これを、コミットします。よいしょ。なんだ。しょうがないんでタグでもつけておきます。シャープ、今日が6の5ですね。はい、はい、ということで、まあとりあえず一個一個の命令を IL コンバーターの実装として追加しつつ、それに対応するテストが書けるという環境がこれで手に入ったんじゃないかなと思います。ので、次回からは、テストコードを足していくか、あ、まあでもその前にちょっとだけあれですね、この後どこから、やるかみたいなのを練っておいた方がいいかもしれないですね。そのあたりを、初めにやって、で、それから進めたいと思います。ということで、第5回はこれで終わります。ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。